セニョール、ダコボンドですさね。今回もやっていきたいと思います。今回のステージはここだね。さあ、今までいろいろやってきたけど、お客様、なんでここにいらっしゃるの？そりゃね、お皿が浮いてる。お客様どうしましょう、これ。もうここ宇宙空間じゃないですか。クッキーもあげましょうか。よいしょ。おお、いろいろとなんか飛んでる。うわー、やばいやばい。どうしましょう、お客様。お客様、いろいろ飛んじゃいましたよ。わあ。いや、これさすがに鬼畜すぎるでしょう。壮大的な BGM が鳴るんだけど。いや、お客様どうしましょう。まずはじゃあケーキから行きましょうか。そうだね。ああ、ちょっと飛びすぎ、いろいろ。これ飛んじゃったら終わりじゃないでしょうか、お客様。クリア。できる気がしないです、お客様。どうしましょう。取れないよ、これ。壮大的な音楽が鳴る中、これを取れない。まあ、いや、別の方にしとくか。じゃあ、お湯からあげましょうかね。お湯飛んどる。お湯飛んどるよ、これ。これ以上手が上がらないんだけど、取れないよ、お湯が。どうしよう。もういろいろと飛びすぎて。不可能でしょ、これ。そうだ。いいこと考えた。お客様を持ち上げて。ほら、食べて。ほら、お湯も飲んで。ほら、お客様。お客様それよね、ここから真面目にやるでござる。まずは、ケーキを切って、まあ、いろいろ切り刻んどこう。これでね、いろんなところに飛んでも問題ないね。で、この一つを、これなんだ、なんかでかいのあるぞ。隕石じゃん。なんで隕石やんだよ。いや、宇宙だからそれあるか。よし、まあ、取れた。ケーキをじゃあ、まず、お分けしましょうかね。ほら、でかいぞ。よしよし、喜んでる。あ、この円の中に入ると、重力が備わるんだね。じゃあ、クッキーも、あれ持ってる？これクッキー。あ、持ってるね。よしよし。いよいよ。それからお皿もあげないとね。さあ、お皿が先だったっけ？まあ、問題ないね、順番は。はい。お、いよいよ。ちゃんと16の中に入ってる。さあ、ここまで来た。あとは、お茶だけ。まずはパック。今回いけるよ。あとお茶だけだからね。ほら。お茶だけだからいけるはず。お茶のパックが飛んでく。無理だよ、これ。お茶どうすんの？まあ、でも取っていこう。こんなね、感動的な音楽が鳴ってるんだ。失敗するわけにはいかない。ダメだ。どれもこれもどっか飛んでくよ。どうしよう。お茶のパックが、なくなっちゃった。これ取れるかな？取れた！奇跡起きた。これをじゃあ、どうしよう。この、うわー、ダメだ。まず、コップからだね。コップをここに入れとかないと。オッケー。よーし、オッケー。なんとか、いい感じに置かれたね。それからお茶を入れて。はい、お茶だよ。いよいよ、お、コップ。こぼれないで。コップがちょっとこぼれちゃったな。まあいいや。さあ、それからね、お茶パックも入れれば完璧なんじゃない？取れるかな？それを取りたい。よいしょ。はっ、きたー、取ったぞ。これいけるかな？あと、まあ入ってるからね、コップには。ダメか。さすがにダメか。もう一個じゃあ入れてみるか、ここ。はっ、よっ、せい。声だけ出してもまあ無理だね。取れたよ、でも。取れた、よし。これをまあコップに入れれば、ん？やった！クリアできた！いや、宇宙空間でのディナー楽しかったね。それじゃあ次行こうか。いや、これさっきのだよ。さ、次はここだね。来た、なんだここ。なんか後ろからゾンビがやってきてるんだけど、ゾンビが来る前に、
ディナーを楽しむっていうことだね。簡単じゃないか。いきなりなんか簡単になったな。宇宙空間みたいね。いろいろ飛び回ることもないし、飛行機の中みたいにね、揺れてることもないからね。あとはまあ普通に、おっとっとっと、なんか持ち上げちゃったよ。まあ普通にね、楽しんでいけばいいと思うね。さあ、なんだなんだ、これなんか持っちゃうよ。お？どうした？そうですか、お客様。今回はデリケートにやらないといけないようですね。すぐお怒りになられてるようで。それではね。ダイナマイトあるんだけど。どういうこと？ゾンビだけじゃないの？障害物。まあいいや。まあ楽しんでいきましょうかね。はい。じゃあケーキを、ほい、よいしょ、はい。もうプロだね、切り方が。クッキングゲー YouTuber になれるほどの切り方だ。よし、すごいな、これ。ほら、じゃあ、あっとこぼれちゃったね。じゃあケーキをあげましょうかね、まず。後ろからゾンビ来てるよ。近くにもういるよ。ちょっとやばいんじゃない？クッキーもちょっとあげて。いそごう、ちょっとこれゾンビ来てる。近い、近い。これ銃で倒せるかな？ほら。撃てない、銃撃てない。どういうことこれ。おい、来るな、こっち来るな。やばいやばい、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる。どうすればいいんだ今。ディナー中でしょ。どうなってんのこれ。どうなった？終わったね。それじゃあね、まずはクッキーをお皿に乗せといてからの、そのお皿ごと、お客様、さあ、あとはパックを乗せるだけですね。はい、これクッキー入りのお茶、どうでしょうか。おすすめです。当店のおすすめです。はい、それからね、ちょっとやばいな。ちょっと、やばい、これ。ゾンビ来てる、ゾンビ来てる。どうしよう。お客様、お客様、お客様に何するんだ。おい、おいじゃ、おじゃーす。お客様、どうですか、最近。いや、ディナーっていうのはね、毎日楽しいですね。はい、じゃあパック。はい、どうですか、お客様。はい、クッキーもあげますね。あ、ちょっとね、招待してないお客さんが来たんで、倒しましょうか。おい、こら、おい、こら、何してんだ、おい。お客さん、おい、わしのお客さんに出す。おい、お客さん。はい、どうぞ、お客様。お客様逃げて、お客様逃げて、後ろに来てる、後ろに来てる。お客様逃げて、お客様、ちょっと、あ、心配しないでください。後ろから来てますがね。はい、どうぞ。急いで食べてね。はい、お客様。心配しないでくださいね。はい。今からナイフ取るんでね。お客様心配しないでください。ナイフで今突き刺すんで、あいつ。お客様、お客様、お客様強いじゃないですか。一人で行けるじゃないですか。お客様、じゃあ急いでやりましょうか、今度はね。まずはこう弾けてね。どうやらこれ急がないといけないようだね。ゾンビが来る前に。よし。ゾンビが来る前に全てを置いていこう。さあ、まずコップをほい。いいよ、この速さ。それから、お湯を入れてと。よーし、入ったね。これぐらい入れば十分。それからパックも、はい、パックをほい。パック出ないよ。パック。よし、よしよし。オッケーオッケー、いいよいいよ。急がないとね、これゾンビ来ちゃうから。よし。パックが取れない。これは難関だな。オッケー、入らないのか。もう一度。よし、オッケー。それから、クッキー。ちょ、これ邪魔だよ、これ。でも、デリケートに置かないと、すぐお怒りになるんでね。クッキーに、酒、キップ、来てる、来てる、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる。お皿も出しとこうか、じゃあ。はい、お皿です。お客さん！速攻で終わらせましょう。はい。よし、いいね、いいね。お皿とクッキーを滑るように出せた。これですよ。いや、慣れたものですよね。さ、それから、ケーキを切っていきましょうか。はい。できましたね。いよいよ、今回いけそうですね。はい。それから、コップを、ほい。出して、ほい。難しいな。コップをちゃんとこういう風に立てておいて、お湯が入るようにしないといけないからね。お、入るよね、これ。この位置入るよ。下に。クッキーが置いてあるけど、まあ、問題ないね。さあ、それからパックも入れていきましょうか。ケーキ。ケーキのスイーツは最後に取っていきましょうかね。はい、じゃあパックも入れて、ゾンビ来てるよ、ゾンビ来てるよ。さあ、あとケーキだけ。よし、いけるいける。お客様。
やっときました。評価も A。やりましたね。まあ、今回速攻でやりたからね。お客様行きました。いや、今回一番難しかったな。それではね、お客様、お別れの時間がやってきました。お客様、見てください。写真ありましたよ、お客様の。こんなところに。さっきのクリアしたからね、これが。報酬ってものですかね。お客様よく見て、ほら。あなたの写真ですよ。もっとよく見てよ、お客様。お客様、どうしたの？お客様。